タロ散歩チャンネル。ということで、こんにちは、太郎でございます。本日2021年の8月31日火曜日、今日はですね、新千歳空港に寄り道してるんですよ。もう夕方の6時ぐらいなんですけれども、今日はちょっとね、仕事がこの後ねあるんで、まあ、あるんでと言っても今日ちょっと遅い時間の仕事なんで、ちょっとね先に今日は新千歳空港に寄り道して、で何か食べて、それで仕事に行こうかなというね、そういう感じで考えてるんですよ。まあ、ということで、じゃあなんやかんや言ってもあと30分したらね、列車乗らなくちゃいけないんで、早速なんか食事でも食べに行きますか。まあ、ということで、じゃあ今回もよろしくお願いいたします。まあ、ということで、食事といえばここのフードコートですね、やっぱり。カレーを食べてる間に空もちょっと薄暗くなってきましたね。まだ6時15分ぐらいなんですけれども、まあ、8月の終わり、明日から9月ということで、まあ、だんだん日も短くなってきて、そんな感じですね。夏休みが終わったからなのかどうかわかんないですけれども、人はいないわけじゃないんですけれども、でもなんかめちゃくちゃ人がいるっていうわけじゃないんで、まあ、程よく人がいるっていう感じかな。一応緊急事態宣言が出てるっちゃ出てますけれども、でもまあなんか、そう、一頃のものすごく静かで、なんか不気味なぐらい誰もいないとか、そういうことはないみたいですね。まあ、ここのお店はすっかり閉まっちゃってますね。これは早く閉めたのか、それともそもそも開けてないのか、どっちなんでしょうかね。ここにはね、雪肉ミュージアム、入場無料、うさって書いてあるんですけども、今入場すらできないという感じです。まあ、ということで、簡単にですけれども、ちょっと今日はね遅めの出勤だったんで、その前に空港に寄ってちょっとカレーを食べたって、ただそれだけの動画ですけれども、まあ、今日はこの辺にしたいと思います。では今回もご視聴いただきましてどうもありがとうございます。また次の動画でお会いいたしましょう。どうもありがとうございます。今回も動画をご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、ぜひよろしくお願いします。Twitter、Instagram、ブログサイト、タロ散歩&雑学カフェもやっていますので、ぜひ登録してください。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。通知もオンにしてね。